こんにちは、社会人事部長の長谷川光です。えー、ランチェスター系武田雄先生の秘めくりカレンダー三日目です。利益の測定では、従業員一人当たりの粗利益、一人当たりの純利益を出し、これを業界の平均と比較せよということですね。まあこれはやはり一、えー、人一人従業員の方々にですね、えー、自分の給与というのはどこから出ているのか、まあ、当然そのお客様粗、えー、利益から出ていると。 でそれが実際に業界平均と比較してどうなのかと高いのかや低いのかというようなことを認識することによって、えー、従業員さんもその経営に参画するということにもなるわけなので、まあ、そういう意味ではここの認識を持たせるということですね。 で経営者の人にとってはやはりまあ業界の平均と比べてどうなのかっていうことによってまた新たな目標が立てられたりとか、まあ、その指標ですね、えー、というのが作れるので、まあ、そういう意味ではこのことをですね是非認識してやっていきましょう。ということで、えー、今日も一日頑張りましょう今日も聴いていただきましてありがとうございます。